パッと良くなる魔法のアイテムに聖火があります。これを玄関に飾ると玄関の気が一瞬で良くなります。運が覚醒する機運上昇チャンネルの高見です。皆さん、この度インスタグラムを始めました。インスタには金融年間のハンガーの部分を少しアップしているので、中身を覗きに来てもらえたら嬉しいです。概要欄にも貼っておきますね。7連続吉日ウィークの3日目、4月19日。この日も金融に嬉しい虎の日がやってきます。この日は龍神様にダブル虎。ということで、いつもの虎の日よりも強烈な金運上昇パワーです。願いが叶うスピードが速く、上昇の幅も高く、龍神様のご加護がある最高の金運日です。今日はそんな虎の日にぴったりの金アップアクションと運気をお話したいと思います。まずはじめに龍神様のつながり、場を清める T 社などから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。19日の金運を見ていくと、お買い物や契約ごとはいい日で、一つだけ注意点があって、強人様の影響で借金、ローンを組むなどはしない方がいい日となります。今回の虎の日はお金を借りて使うことやローンを組むような出費は避けて別の日にした方がいい日なんです。クレジットカード決済よりは現金や電子マネーなどその場で支払いが完了する方がいいんですが、今は基本の支払いがクレジットカードという方もいらっしゃると思いますので、こういった方に関しては普段通りクレジットカードで大丈夫です。普段からクレジットカードと現金と使い分けている方は避けておく方がおすすめです。お金の使い方の細かいところまで吉凶が見れるのが通所の面白いところなんですよね。とはいえ、お買い物自体はいい日となりますので、虎の日らしい運気です。今日はどんなことにお金を使うと運気が上がるのか、お金を使わず金アップしたい場合のおすすめのアクションをお伝えしますね。どんなことにお金を使うといいかはマヤ暦で見ていきましょう。この日のマヤ暦は金231、青い猿、白い風、音獣、楽しいことが大好きな青い猿に繊細な白い風です。楽しいことややってみなかったこと、趣味などにお金を使うと運の流れとシンクロして運が開けていく日です。他にもお出かけや人と会うこと、吉ポイント2倍となりますので、お友達との楽しい時間やお買い物に出かけたり、映画や観劇などそういったことも楽しみながら吉が溜まる日です。白い風は観劇や芸術作品などを鑑賞して感性が磨かれる星ですので、好きな方は芸術、音楽、舞台などもいい日です。あと白い風は人に伝えることが得意で、アナウンサーに多い星なんですね。話し方とか発声に興味がある方には学びに行くこともおすすめです。19日にお金を使うといいことをまとめると、楽しいこと、趣味、ワクワクすることや、やってみたかったこと、音楽、芸術鑑賞、感激、映画、人と会う、外に出かける、ボイストレーニングや話し方教室などがあります。そして次はお金を使わずに金運アップする方法です。虎は千里行ってもすぐに帰ってくることから、お金を使ってもすぐに帰ってくると言われています。出て行って戻ってくるとき必ず通る場所、それは玄関なんです。家の中の外との出入り口となる玄関は、いい運気も悪い運気もやってくる場所となり、運気アップの鍵を握っています。いい運気が入ってきたらお家の運気が上がり、そこで過ごすあなたと家族の運気も上がってきます。反対に入ってくる運気が悪い運気だったら、お家で過ごすだけであなたと家族の運気がだんだんと下がってしまいます。玄関から入ってくる運気で運勢の差が出てしまう大切なスポットなんですね。ですので、虎の日はいい運気がやってくるように玄関のお掃除をすることがおすすめのアクションなんです。しかも19日はお掃除が吉ポイント2倍の日になりますから、吉を積み重ねながら金運が舞い込む玄関が作れる日です。これで虎ちゃんのパワーがサササッと運気上昇します。せっかくですので仕上げのおすすめのアクションも紹介しますね。玄関の気がパッと良くなる魔法のアイテムに聖火
があります。観葉植物でもいいんですが、今年は木の気を高めない方がいい年なので、生花の方がおすすめです。これを玄関に飾ると玄関の気が一瞬で良くなります。去年は玄関の運気アップに金運カラーである黄色のひまわりを飾ったところ、臨時収入が入った方やメルカリで商品が売れ出した旦那さんが正社員になったなど、嬉しいご報告をいただきました。ひまわりはまだないと思いますので、黄色いお花や丸いフォルムのお花を選ぶといいですよ。黄色は金運アップカラーになりますから、お花自体が高い気を持っているので、他の色の方が好きな場合は好きなお花を飾ることがおすすめです。黄色系は今だとラナンキュラスやガーベラなどがあるかなと思います。お花に詳しい方はコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。お花を買いに行くのはちょっとできなさそうという場合は、アロマオイルを香らせたり、あと忘れがちなドアノブを中と外しっかりと拭き上げることもおすすめです。金運玄関をぜひ作ってみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。